ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2018年式フェラーリポルトフィーノ、こちらをご紹介いたします。はい、はい、ついにやってまいりましたね。はい、はい、やってきましたね。土方さんと動画を撮らせていただくようになって約1年、はい、1年、はいはい、ついに初フェラーリでございます。やっと来ましたね、はい、そしてもう、はい、かっこいい。かっこいいですね、はいはい、もう小学生並みの感想で申し訳ないですけど、理由とんでもないです。かっこいいです、はいはい、ベタにかっこいい車ですよね、はい、でこれ、まずどっから触れればいいのか、どっから触れますかちょっと分かんないですけど、はい、そうしたらどうしましょう、うん、ボディカラーから。ボディカラー、はいはい、これがビアンコ、うん、何でしたっけ。そしてまずこちらボディカラーがビアンコアブス、うん、はい、そうです、はいはい、なんかちょっとクリーム色っぽい白なんですか。そうですね、あの白の中でもね、はい、メーカーによって青白かったり本当普通だったり、はい、ちょっと黄ばんでたり、はい、黄ばんでるとおかしいんですけど、はい、温かみがある感じ、ちょっと黄色っぽい。そうですね、メタリックとか入ってないですよね。入ってないです。ソリッドのホワイトなんです。そうです、ソリッドで若干こう、はい、黄色みが強い白ですかね。なるほど、うん、はい、フェラーリ白でも結構いろいろあるんですよね。ありますね、はい、富士とか、そうです、はい、パール系だったり、はいはいはい、いろいろ何種類も出てます。なるほど、はい、そして、うん、じゃあ前回りからちょっと見ていきましょうか、はいはい、で車自体はこれカリフォルニアとか、うん、はい、カリフォルニア T の光景なんですか、ね、そうですね、はい、そうです、はい、でなんかちょっとところどころこう、うん、カリフォルニア T をこうなんとなく思わせるような、そう思わせるようなというか彷彿とする、はいはい、ちょっとこうグリルの形とか、うん、はい、この辺もそうですよね。そうですね、はいはい、真ん中はちょっとこう半円のダクトで、はい、こっちにちょっと三角形っぽいダクトがついてる。そうですね、はいはい、で先代のそのカリフォルニア T から比べるとちょっとライトがかなり、うん、はいはい、衣装が変わってるって衣装変わってます、はい、で T のイメージだと、はい、ここが長いイメージがあったんですね。そうですよね。そう、そうです、はい、で今回はこちら側が長いんです。はいはいはい、はい、まあ、全体的にコンパクトになったというか。なるほど、うん、でプロジェクターもなんかちょっとちっちゃくなって、2つはないですか、1つは2つですけど、うん、ちっちゃくなってそうですね。なるほど、うん、かなりなんか精悍な顔つきに精悍な顔つきになってます。なった感じです、ね、はい、はい、そしてリップなんかこれすごいですね、これ、うん、抜けちゃってるっていう、なんか意外と最近のフェラーリってこう、はい、スポイラー類とか、はい、ダクトがこうなんか抜けちゃってるみたいなイメージがありますよね。ちょっと未だかつてないというか、そうですね、他の車であんまり見たことない、ない形状の、うん、はい、はい、なんかもう顔つきが新しいです、はいはい、そしてボンネットもこんなダクトがついてて、うん、はい、プレスラインもちょっとうまいこと、しっかり、なんかちょっとこう直線的なイメージのこうランボルギーニとまた違って、はい、こう曲線と直線の使い方がうまいですよね。そうですね、はいはい、なんかものすごくグラマラスな、うん、はい、ボディになってます。なんかどっちかというとランボルギーニってどっちかというとこうエッジが効いたデザインが、はい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 、なんとなくイメージがかかって感じですね。そうですよね、はい、でフェラーリとは六角形みたいな。そうです、そうです、はい、フェラーリはなんとなく違いますね、はいはい、なんかこう流線形とも、うん、なんか言えぬ なんていうんですかね、こう、うん、ちょっと複雑なデザインですけど、はい、本当にうまく、そうですね、はい、なってます、ね、特に、まあ、FR の、お車なんで、はい、まあ、その辺はまたミッドシップのお車と違うような、はい、雰囲気が出てますね、はい、うん、そしてじゃあ横に回っていくと、はい、ホイールがちょっと僕個人的には、はい、うん、寂しいかなと思っちゃったんですけど、ちょっと寂しいですよね、はい、これ標準の方のホイールってことですかね、うん、はいはい、オプションでもうちょっとこう何ですか、はい、スタイリッシュな感じ。そうです、はいはい、まあ、ただここは、はい、モノグループこれはもう、はい、あえてもう全然これで OK なんですあえてなんですね。あえて、はいはい、バシッと。ただブレーキはすごいことになってますよね。すごいですよね、はい、これもう標準なんですよね。そうです、はい、標準でカーボンブレーキになってます、はい、キャリパーもなんかとてつもないサイズの。そうですね、はい、サイズが入ってます。これぐらいないと止まれないですね。なるほど、はい、車のスペックはこれとてつもないんですよね、本当に。そうなんですよ、まあ、ちょっとエンジンルームで触れますけど、はいはい、最高速がなんと300キロオーバーと、はいはい、やっぱりそこはしっかりフェラーリなんですね。そうですね、はいはい、そして僕ちょっと下見で気づいたんですけど、はい、キャリパーのなんかこのロゴ、うんうん、が左右で反対なんですよ。気づきました、藤川さん。どういうことですか、はい、左右で反対、左右で反対なんですよ。あ、なんか右側すごく違和感ないですか。本当ですね、はいはい、なんか定番のこうブレンボーとか、まあ、AMG でもそうですけど、はい、こう車のハブ方向に向かってロゴが見えるように、うん、こっち向きというか下、はい、ハブ方向が下じゃないですか、はい、
そうなんですよ、右前と左後ろだけなんか多分意味があるんでしょうけど、ごめんなさい、はい、なんかそんな違いも、はい、ツッチーに言われて あれとそうなんだって今思っちゃいました、はい、ごめんなさい、僕向こうから先見たんで、はい、フェラーリってそうなのかなと思って、そうじゃなくて、はい、ちょっとその場所ごとに、はい、多分これもなんか意味があるんですよね、そうでしょうね、はい、ちょっとこれはあの後で調べる必要がありそうなので、調べてちょっと分かったらちょっとテロップで入れたい、そうですね、はい、はい、そしてこれ車高はちょっと高めですけど、高めです、はい、高めというか純正オリジナルの状態です、あーなるほど、はい、はい、でなんか下げられるんですよね、下げられます、車高調なんで、はい、はい、なのでご希望次第で多少下げたりも、はい、そうですね、はい、もうこれはじゃあ変えて、うん、大ホール変えて、うん、車高を下げてくださいっていう、そうです、フリですかね、フリですよ、はい、はい、お任せください、ただまあバランスはやっぱりいいですよね、そうですね、そうですね、はい、はい、そしていいバランスです、サイドなんかやっぱりダクトがすごいですね、うん、前のリップもそうですし、そうなんですよ、はい、そしてこれヘッドライトの脇からつながってるんですよ、そう、脇からつながってます、はい、なんか最近のあの FR の、はい、あのフェラーリって、はい、意外とこうフロント周りの造形が独特だったりしますよね、はい、あ、なるほど、うん、F12 もそうでしたけど、ここから抜けて、はい、ここまたこちらから、はい、そうです、整流していきます、そしてこの ドアのこのフェンダーとこのドアも一体で全部そうですね、うん、そしてしっかりここにはエンブレムが、はい、でこの辺やっぱり変わんないんですね、なんか変わんないですね、はい、LED にこそなってますけど、やっぱりこう、はい、丸くてちっちゃ ちっちゃいウインカーが、はいはい、そのまんまですね、そして横に行くとやっぱりミラーなんかはやっぱりかなりスタイリッシュな、うん、はい、ベースもしっかりグロスブラック、はい、グロスブラックになってます、はい、うん、そして僕下見で一番驚いたのが、はい、フロントガラスの傾斜、うん、傾斜、うん、とてつもない、寝てます、はい、はい、そしてさらにここがこうぶった切ったかのような、はい、あんまりなくないですか、ね、何がですか、いや普通ここにもう一枚なんかこう鉄板的なというか何ですか、ボディ同色のこう、あ、はい、入るじゃないですか、うん、はい、うん、そっちのマクラーレンとかもそうですけど、そうですね、はい、はい、ガラスでいきなり終わるってないですよね、ガラスの縁でね、はい、終わってますもんね、だからものすごくなんかそれが斬新でもあり、うん、なんかちょっとスポーティーだなと思っちゃったんですけど、はい、はい、すごいですね、なんか、うん、本当にこの辺の造形が、ね、他にないですよね、そう、はい、確かに、そしてこの辺の取っ手なんかもちょっと変わらずな感じです、うん、はい、はい、あとそうなんですよ、土、はい、造形でこのドアすごくないですか、これすごいっすよね、カメラマンさんこれあの頑張って分かるように写してください、はい、この造形めちゃくちゃ立体的な、はい、ね、よくここをへこまそうと思ったなっていう、はい、でもそれがちゃんとリアのこのフェンダーにつながってるんですよね、そうなんですよ、はい、うん、そして鍵穴なんか意外にここにつけちゃうんですよ ね、はい、僕これ意外だったんですけど、はい、隠したりとかないです、ね、そうそうそう、そんなイメージがね、はいはい、最近の車なんかみんな取っ手のカバー外すと出てくるとか、そう、なんでここにあるのかな、なんか意外にこう昔ながらのところもしっかりもうそのまま残ってます、はい、残ってるなっていう、うん、でリアはやっぱりこうメタルトップの車、まあ、カリフォルニアとかカリフォルニア T もそうですけど、はい、ちょっと後ろはやっぱりこう大きいというかボリュームがありますね、はい、ボリュームがある感じなんですね、うん、はい、もうリアもかなり自然なラインでフェンダーが出てて、はい、で後ろに回っていくと後ろの迫力がやっぱりこうボリュームがあるだけあってすごいすごいですね、はい、もうどこから触っていいかちょっと分かんないですけど、うん、上の造形もなんかこうちょっとこうここだけこう盛り上がってて、そうなんですよ、はい、でここあれなんですね、プロテクションこれ純正ですか、これ純正だと思いますね、はい、ここはね、ここだけ、はい、これあれですよね、メタルトップ閉めた時にそうちょうどリアのこのパネルがここにくっつくからってことですね、そうですね、はい、はい、なるほど、でやっぱりこの伝統のエンブレムと、はいはい、でテールはもう最初から、うん、はい、もういじったかのような、そうなんですよかっこいいし色がいいですよね、はい、絶妙ななんかスモーク具合ですよね、そうなんですよ、ずるいです、ずるいです、はい、うん、もううちの仕事がなくなってます確かに、はい、でもよく言うようにいつもいつもこう毎度毎度他の車で目立っているリフレクターもなんかこうグッと抑えてません、なんとなく目立つ、抑えてますね、うん、もっと赤々と目立つ車が多いんですけど、ちょっとなんでですか、面積的な問題なんですかね、多分それがあると思いますね、はい、うん、この辺のデザインもうまいですね、うまいですね、はい、ここの凹凸、はい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 、うん、でリフレクターがこう中に入ってる感じですからね、はい、そしてこの ここリアバンパーって言えばいいんですか、これどうなんですか、そうリアバンパー、これそうですね、リアバンパーですね、この造形もすごいですね、すごいですよね、出っ張りも、うん、はい、マフラーのこの出具合も、はい、そしてこのディフューザーの形も、うん、
だってディフューザーもこうじゃないですか。そう、ね、これに至ってもこれ似てますからね。そう、なんかある意味斬新じゃないですかこれ。すごいっすね。斬新ですね。斬新ですよ。でこれも辺もデザインじゃなくて本当にこう、うん、やっぱりフェラーリですからもう、うん、あの当然当たり前のように狙ってるんだと思います。整理は平らなこのフロアから続くディフューザーですから、ね。そうです、なんちゃってじゃないですか。なんちゃってじゃない。昔は意外と、はい、あの例えばですけど、はい、ちょっと前に社外 の, そのエアローのメーカーチューナーメーカーとかでリアディフューザーでっかくてここに横棒がビューってスポイラーが入ってるっていうのはありましたけどね。あ、そうなんですか。ありました、ありました。はい、なんででもこういうふうに片方から出てる、こっち側に繋がってないっていうのがもう、はい、なんか斬新ですよ。なるほど。これもでもちゃんと多分意味があるんですか、ね。いや、意味あるんだと思いますね。で意味のないことしないですから、ね。まあまあまあ、そうですね、うん。はい、もう本当になんかこうデザインとこう機能が、はい、機能美というか、うん、はい、うまく融合してますよね。はい、300キロ出る車ですから。そうなんですよね、はい、325キロでしたっけ、はいはい、素晴らしいです屋根が開いてそのスピードが出ちゃうってもう僕には想像できないです本当ですね、はい。そしてちょっと、うん、いつもはここまでなんですけど、はい、もう一周こっち待っていいですか。あ、いいですよ、はいはい、参りましょう。これ給油口があれなんですよね。なんですかこれ。はい、まあ、蓋がないのもそうなんですけど、蓋がないのは土方さんに教えてもらって別の車で覚えました、はい、なんですけどこれあれなんですよね、なんかカチャカチャってこう上と下にロックがついてる的な。そうです、そうです、そうですよね、はいはい、うん、だから差し込むとっていう感じですよね、はい、だからなんかうまいこと差し込まないとこう無理やりグリグリってやっちゃうと壊れちゃうっていう。そう、はい、だからやっぱり経験値の多いガソリンスタンドか自分で入れた方がそうですね、いいかなっていう、はい、うん、はい。まあでも別に無理なく普通にこうサッと入れてもらえばいいんですけどね、はい、こう斜め上とかなんかこうグリグリ入れちゃうとおかしいことになっちゃうんで。でもそれで結構その壊れちゃったなんていうのも珍しくないんですよね。いや結構あります、はい、なんで僕らも買い取りとか下取りの査定するときにこの辺はチェックポイントですね、はい、でやっぱり壊れちゃったらこの辺ごっそり交換になって。そうなんですよ。修理代もとてつもない。意外と張ります、はい、なんでやっぱりちょっと給油の時は少し注意と、はい、注意ですね、はい、こんな感じでしょうか、うん、はい。もうだいたい給油したことないですもん僕フェラーリ、はい、あんましないですからね自家用じゃない限りね。そうですよ、はい、いやかっこいい、うん、はい、はい、そしてリアのブレーキもだってこれそう、はい、これ黒いっていうかちょっと青っぽい方はサイドブレーキですよね。そうです、はい、で通常のブレーキはこれ4ポットなんですかね。はい、4ポットですよね。そうですね、4ポットですね、はい、でリアもしっかりカーボンセラミックっていう、はい、はい、これは交換したら多分100万円ですね。だと思いますはあ。で土方さん、フェラーリってあれなんですよね、ポルシェとかと違って、うん、こうグレードがないんですよね、はい、基本ないですよね。ですよね、うん、はい、グレードというよりももうほんと車種その中、ね、はい、なんだ458なら458、48なら488、はい、スパイラーがあれば488、はい、スパイラー。特にこちらはもうポルシェみたいにターボとかターボ S とか GTS とかっていうのはない。ない、はい、どれ買っても基本的には車の性能自体は一緒なんです。一緒ですね、はいはい、それってなんかすごく分かりやすいですよね。ですよね、はい、あとはこう欲しいオプションをつけていくだけなんで、基本的な、なんていうんですか、動力性能の、はい、優劣はあまりつかないですよね。あ、なるほど。だからスタイリングだったり、はいはいはい、インテリアだったり、はいはい、カラーだったり、はい、っていうのが基本の構成になっていくっていう、はいはい、あとは定番はもうこのカーボンパーツの量みたいな。そういうことですよね。そうです、はいはい、なるほど、うん、あ、そしてもう一つこちらの車なんと1000キロ台っていう。そうなんですよ、はい、走行距離が、はいはい、まだ1700キロ。2018年か約2年間これ何をしてたんですかっていう、はい、そうですね、1700キロじゃないか、まだまだ、ね、1600キロ台でしたよね、はい、そうです、はいはい、もうほぼ新車です。ほぼ新車ですね、はいはい、なんでもうコンディションの説明不要っていう、うん、はい、めちゃくちゃ綺麗なお車です。全く問題なく、はい、はい、じゃあ続いてちょっと内装も見てみたいと思います。内装がもうなんか僕そんな知識なんて分かんないですよ、分かんないですけど、はい、なんかもうお手本のような、うん、はい、もう真っ赤っかの、はい、もうザ・フェラーリみたいな。そうですね、はい、ものすごい分かりやすい、うん、はい、そしてこれ左ハンドルと右ハンドルってこれどうなんですか。もう圧倒的に左なんですか。そうですね、半分半分、どうなんだろう、もしかするとまだ若干左の方が多いかもしれないです、はい、あ、なるほど。カリフォルニア T とかカリフォルニアは
まあ言ってもどれぐらいかな、3割、4割、3割ぐらいかな、はい、右ハンドルがありましたね。左もまだ意外と根強くて。どっちが人気とかあるんですか？特にはないです、どちらも。都内だったらまあ別にどちらでも困りませんからね。そうですね、はい、なるほど、うん。そして内装を端から見ていくと、うん、もう期待を裏切らないです、はいはい、もうすべてレザーですね、はい、もう黒、赤、黒、うん、そして白のステッチで、はいはい、めちゃくちゃ高級感が、はい、そうですね。これあれですか、うん、もうベタベタ問題解消してるやつですか？確かしてます、してると思いますね、はい、これはなんかしてそうな雰囲気がありますよね、はい、ありますよね、はい。もうまず普通の車と違いすぎて僕ちょっとわからないです、まずそうっすか、はい、まあ、この辺はわかりますよ、はい、この辺は、まあ、もう見たままミラーだなって感じですけど、はいはい、これが、うん、開けるやつですね。そうです、はい、これシートのメモリー、シートのメモリーですね。あ、別なんですね。そうです、で電動パワーシート、はい、の月のお車なんで、はい、メモリー付き。これオプションなんですか？オプションですね。ないと手動なんですか？ね、部分的に。あ、フルパワーじゃないと思う。じゃないと思う。あ、なるほど、はい、確かオプションはこっちで、メモリーがこっち、メモリーが3つ付けられる、うん、そうです。なるほど、はい、ちょっと早速乗ってみてもいいでしょうか？はい、はい、今回ちょっとオープンなんで GoPro 不要かもしれないですけど、うん、一応ちょっと GoPro を持ちまして、はい、はい、よいしょ。わあ、何でしょう、何ですか、ゆったりなのに、はい、めっちゃホールド感ありますね。いいですね、これね。幅は結構あるんですけど、このサイドサポートがめちゃ硬い、うん、ね、はい、本当だ。普通にセミバケっすね。そうですね、横も、うん、この太もものところも、はい、いい感じじゃないですか、これいい感じですね、うん、あ、結構調整幅ありますね、はい。そして、うん、スポーツカーらしくめっちゃ下がりますね。下がりますか、はい、こう土も安心の、はいはい、もうザコーマックス僕でも、はい、ベストなポジションにできる。そしてこれさすがっすね、なんかもう僕の勝手なスポーツカーのイメージですけど、このドアのとこからこう首しか出てない、ね、分かりますそうするとめちゃくちゃこうレーシーな感じがかっこいいですよね、はい、横から見た時にね。いや、いいですよ、うん、はい。そして意外や意外、こんなに寝てるフロントガラスなのに、うん、視認性はバッチリですね。そうなんですよ、はい。そして、うん、もう高級感がすごいです。何ですかこれ、ツッチ、何ですかこれ、何ですかこれ、こういうのあんまりないですよね、今までね他の車でもね、うん、これすごいですね、なんかね、何ですかね。そして全部この辺もレザーで、うん、あ、はい、ここにポルトフィーノ、フィーノロゴが入ってるんですよ、はい。そしてナビがなんか、うん、僕ちょっと勝手なイメージで、うん、フェラーリってこうナビがちょっといまいち、あ、フェラーリに限らずちょっとこう、はい、スーパーカーってこう、うん、ナビがいまいちな感じだったんですけど、はい、うん、ナビこれなんか、はい、ものすごくいい感じの、よくなりましたよ、はい、わ、全然いいじゃないですか。全然いいですよね。しかもなんかさっきのこの感触、はい、画面の大きさと、え、なんかもうドイツ車と変わんないじゃないですか、はい、え、一通り全部使えちゃうんですか？さすがにテレビはないんですよね、はい、テレビはないですね、はい。しかもこの雰囲気じゃ、うん、Bluetooth、あ、やっぱり Bluetooth とかも、うん、え、じゃあもうナビ問題解決してるじゃないですか。解決ですよ、安心ですよ、安心。このサクサク動く感じもね、なんか、はい、違いますよね。この申し分ないサイズのモニターも、え、完璧じゃないですか。完璧ですよ、はい、まあ、僕が作ったんじゃないですけど、はいはい、でこっちでも使えるんですよね。そうです、はい、それは一緒です、他のメーカーもね、はい、あ、でこのホームボタンとかリターンボタンとか、うん、よく使うやつは、はいはい、こっちで、うん、はい、だ多分ね、相当使い勝手良くなりましたよね、うん、え、これは、うん、ポルトフィーノカラス、そうです。じゃカルフォルニアティーとかは、うん、まあ、いわゆるちょっとちょっぴり残念なというか、うん、はい、要改善なナビだったんですけど、そうですね、はい、ポルトフィーノからものすごくナビが良くなってると、はい、もうエアコンの吹き出しとかもうわけが分かりませんもう、はい、かっこよくないですか、はい、めちゃくちゃかっこいいです ね、はい、なんか本当に戦闘機みたいじゃないですか。そうです、そうです。なんかこれがこれ一つ見てもこう速、ね、そうな車、はい、すぐ分かりますよ、すごい、うん、そしてもう先にナビ行っちゃいましたけど、はい、ステアリングがもうすごいです、うんうん、はい、これはもうどうなってんすかこれ
いや、この上下カーボンとかはまあまああるじゃないですか、他の車でも、はいはい、このスポークというか、うん、ステアリングのスポークも全部カーボンなんですね。そうですね、スイッチ類もで、ここあれですよね、 LED が、はい、埋め込まれてるんですよ。そうです、はあ、で横がパンチングで、うん、中が、はい、普通のレーザー。ただレーザーもなんかめっちゃ質感いいですね、はい、ね、はい、ちょっと薄めのナッパレーザー的な、うん、はい、そんな感じのステッチもこう端から端まで入れちゃうんじゃなくて、はいはい、どうなってんすかこれこれな、え、な、え、どうなってんすか何、いや普通はだってこう端まで縫わないとほつれちゃうじゃないですか、はい、この最初と最後は裏側から縫ってあるってことですか、うん、そうでしょうね。で途中だけこう、うん、はい、でめちゃくちゃちっちゃいエアバッグと、はいはい、でこうステアリングがなんかえらいことになってますけど、うん、はい、もうゲーセンじゃないですか。いや本当ですよ、はい、なんかかっこいいじゃないですか、 F1 みたいで。いや本当ですね、うん、まんま F1 ですね、うん、なんかわざわざスイッチわざわざつけちゃったみたいな感じじゃないですか、ね、まずこれがモード切り替えですか。そうです、モード切り替えですね、はい、これなんですか、これワイパーですか。ワイパーですね、はい、でこれウインカーですよね。そうです、はい、でウインカーがなんと、うん、あの軽く押すのと、はい、奥まで押すのと、そうです2段階、はいはい、これカメラマンに教えてもらいました。あ、そうですか、はい、軽く押すと3回、うん、3回です、はい、で出しっぱなしにするときは強めですね。なるほど、はい、でもう1回押すとキャンセルです。そうです、でエンジンスタートと、はい、これサスペンションマークはこれ、うん、乗り心地ですか。乗り心地ですね。あ、はい、なるほど、電池のサスついてますので、はい、でライト周りと、うん、あ、じゃあもう、うん、こうメルセデスってこうハンドルで全部こう手が届くこう感じじゃないですか、はいはい、もうシフトも。そうですね、はい、これフェラーリはもう親指で全部手が届くんですか。そうですね、でパドルもなんかとてつもないサイズの、うん、車外化っていうぐらいの。そう、はい、でこれは、はい、そうフェラーリは、あ、そういうことなんですね。そう、パドルは動かないんですよ。ハンドルについてるんじゃないんですね。違うんですよ、コラムについてるんですよ。そうです。へえ、うん、じゃあもうどこをハンドル切っても、うん、手がここにあれば、うん、はい、そういうことです。こう持ち替えても、はい、あ、そういうことですね、はい、でどっちがいいかってやっぱり難しいですよね。まあまあまあ、まあ、その辺は好みですけどね。そう、はい、うん、いやでもいいですよ、うん、はい、でかいのね、でかいのが似合っちゃってますもん。だって似合っちゃってます、はい、あの基本はあの、はい、カメラマンさんなんてよく知ってると思うんですけど、はい、スポーツ走行って、はい、これ以上切るって稀なんですよ。はい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 、ここまで切るって、はい、モナコのなんとかコーナーぐらいそうですね、ヘアピンとかそういう、レーシングカーでここまで切るって稀なんで、はいはいはい、普通だとクイックなんでここまで切れば、はい、もうこの辺で全部パドルやりながら、だからこの位置でも指がかかる位置で、ああそう、逆に言うとハンドルに集中できるんでこれは動かす必要がないっていうのが、はいはいはい、持ち帰ってことがそういう問題じゃないんですか。そういう問題じゃないです、はいはい、こうでハンドル切った時に、うん、はい、届く範囲で大きくなってる。そうです。そうだってそれ以外はオートマで走ればいいじゃないですかっていうのが多分フェラーリのスタンスだと思います。レーシングカーですね。そうですよ、本当に、はい、もう F1 ありきのメーカーですから。はあ、うん、まあそうっすよね、はい、でメーターもめちゃめちゃレーシーです。はい、はい、真ん中にこれタコメーターだけ、うん、そう、レブカウンター、はい、で、はい、今回はオプションの、はい、レッドですね。あ、これオプションなんですね。そうなんですよ。なるほど、うん、だってレブもだって1万回転じゃないですか。はい、はい、すごい、まあ、レッドゾーンの一番ドンつきですけど、はい、で左右にモニターが、はい、はい、うん、これあれですよね、車のそのインフォメーションとかナビがここに、はい、そうです、表示できたりするっていう、はい、はい、でこの辺は何ですかこれ。その辺は、はい、このこっち側が、あ、はい、なるほど、調整メニューですね、はい、ボタンとあとライトスイッチ、ね、ライト周りと、はい、サイドブレーキと。そうです、はい、うん、でペダルは、うん、こう完全なアルミペダルと、はい、ペダルめっちゃレーシーですね。そうですよ、はい、どうですかフットレスト。フットレストめっちゃ大きいっす、はいはい、でも大丈夫ですかあの見た目で。そうですね、ちょっと、はい、寂しい感じ。なんかちょっと寂しいっていうか、僕なんかちょっとクラシカルな感じを感じました。あ、なるほど、はい、うん、なんかクラシックカー的な、うん、はい、でもちょっとここアルミにしたいですよね。したいよね、はい、うん、でこれオプションだったりするんですか。あ、多分あると思われますね。ありそうですね、はい、フェラーリの。ちょっとこのブレーキアクセルからするとちょっと寂しいですね、うん、はい、そうですね、うん、ペダルもなんかめっちゃ嬉しいです、うん、はい、ただそんなにレイアウトは違和感はないですか。ないですね、はいはい、なんか こんな感じとかじゃないんですよ、うん、この間僕初めて空冷のポルシェ動かす機会があって、あ、びっくりっすね、はい、もうこう斜めじゃないですか。そうです、そうです、はい、なんかそれからするともうなんかすごく正しい位置に、はい、
でステアリングのこのコラムとかも、うん、はい、電動ですね。チルトとテレスコもそうです、はい、ついております。もちろんフル電動で、はいはい、ベストな位置に、うん、はい、あ、やっぱり結構動きますね、うん、うわー、いい感じです、うん、あ、メーターも、はい、なんかちょっとハイテクとこうレーシーが、うん、まあレーシーなのもちろん今ハイテクなんですけど、ちょっとうまく融合してます、ね、はい、なるほど。あとこの辺は当然ドライブ入れたりとかは、はいはい、パドルなんで、はい、バックと、はい、オートってオートモードとマニュアルモードの切り替えボタンです。あ、なるほど、はいはい、でローンチはローンチですよね。そうです、はい、でハザードスイッチです、はい、あと屋根の開け閉めと、そうです、はいはい、パワーウィンドウですね、はい、でこれは一応、はい、あ、ドリンクホルダーが1個だけついてますね、はい、ていうかコンソールのこの豪華さもすごいです、うんうん、ちなみにここに、はい、鍵を、はい、ごめんなさいね、うちの商品車なんでこうやって袋に入れて養生しちゃってるんですけど、はいはい、こうかな、ああ、はい、ちゃんと鍵を置くとこがついてるんですね。そうなんですよ。へえ、うん、なるほど、はい、確かにこの置き場所困りますからね。なんかね、はい、ポケット入れても大きいし、はい、うん、ここで入ります。なるほど、はい、でアームレストは、うん、小物入れが、はい、あ、一応 USB とシガーと、そうですね、はい、ついております。ついてますよ、うん、なるほど。いや、この辺もなんかかっこいいっすよ、うん、はい、で一応これ4人乗りになるんですか。4人乗りになります。もうポルシェぐらいなんか、はい、そうですね、はい、一応って感じですか。はい、本当一応って感じです、はい、直角シートで、はい、ちょっと大人はきついですね。ねえ、はい、ちょっとこれは、あ、ただ一応車検証上は、はい、4名乗車になります。4名乗車っていう、はい、いや、シートかっこいいな、これこれシートも、ね、これ僕下見で気がついたんですけど、うん、これ刺繍がすごいんですね、うん、そうなんですよ。なんかあの一直線の刺繍じゃなくて、はい、ちゃんとこの馬のこの筋肉というか、そう、立体的に見えるように、うん、はい、ちゃんと縦横斜め、あらゆる、そう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 、そう、あらゆる方向で、はい、刺繍がされてるっていう、はい、うん、これめちゃくちゃ高級感ありますね、はい、いや、これはモテます、うん、ねえ、なんかバイザーの雰囲気もね、すごくいいんですよ。いいっすね、はい、あ、運転席はさすがについてないんですよ。ついてないですよ、はい、助手席なんですよね。でも、なるほど、なんとか良くないですか、雰囲気が。え、っていうかエアバッグのこれも縫ってあるんですか。はい、あれ前はね、はい、あれシールでしたからね。あ、そうなんですか。そう、よく剥がれちゃったりしますよね。これ縫い込んでますね。縫い込んでしっかり、はい、うん、いや、なんかこの辺のピラーとかもめっちゃ高級感ありますよ、やっぱり、うん、はい、そうなんです。まあ、もう当たり前ですけどフェラーリですから、はいはい、なんかミラーもこの縁のないやつだし、うん、はい、あ、で、ここ全部なんか一体なんですね。ここですか、カバーが、はいはい、うんうん、ここでちょん切ってなんかこうミラーがペタッとくっつけてあるんじゃなくて、はい、このミラー裏のここずっとセンサー入っていますけど、この中はで最後こうかぶしてる感じですか。じゃあこれもレーザー巻いてあるってことですか。違いますよ、これえ、どうなってるの。これ、これ、あ、ここで一応切れてるんですか。ここでね、あ、はいはい、うん、なるほど。これはレザーじゃん。あ、これもレザーだ、これレザーだ、レザーだ、そうですね。いや、これはもう本当にすごい、うん、毎回すごいしかやってないけど、うん、はい、いや、これも改めてすごいと思いますよ。そしてもう新車です、うん、もう匂いも、はい、ね、雰囲気も、そう、新車ですやっぱり、はい、はい、新車じゃないですけど新車に近いです、はい、ほぼ新車です。新車です、はい、ちょっとなんかこんな格好で乗るのが申し訳ない感じです、はいはい、いや、もう期待通りですね、はい、うん、いいと思います。なるほど、内装はこんな感じでしょうか。そうですね、はい、はい、ちょっとじゃあトランクと、うん、はい、エンジンルームを続いて見てみたいと思います、はい、トランクは果たしてこの屋根がしまわれてるわけですよね。屋根しまわれてますね、はい、今オープンの状態なんで、この状態で果たしてどのぐらい、うん、はい、はい、どんな状態になってるのか。わー、これはこんな感じです。こうどこをどうやってしまったんですかっていう、はい、めちゃくちゃうまいことしまわれてますね。ね、はい、だってテールランプより飛び出てますからね、はいはい、よくぞこれをしまったなっていう、はい、でとこれが、はい、一応このカバーがついてます、はい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 、はい、当然開けた時は、はい、この範囲で収めた荷物にしてくれそう。開けたり下げたりできるやつですか。そうです、そうです。なるほど、はい、屋根しまう時はこれが上がってないためなんです、うん、そうです。なるほど、うん、はい、
これはじゃあもうカブリオレとかなんか他のメタルトップの車と同じで、はい、一緒ですね、はい、ちゃんと確保してから、うん、はい、開け閉めする、はい、一回トップ閉めますか、はい、どんな風になるか、ね、想像ができないですよね、はい、お願いします、はい、なんか、うん、開け閉めじゃなくて、うん、変形ですね。そうです、かっこよくないですか。で早いっすね。早いよねこれね、めちゃくちゃ早いっすね、はい、あで、あ、はい、屋根なくなるとそう、はい、で、ああ逆か逆か、これ下げとかないとダメなんですか。そう、下げとかなきゃダメです。なるほど。で屋根が開いてる状態だと、はい、このスペースを使えますよと。あ、結構詰めますね。結構詰めます、うん、まさかここがバカって行くんですね、後ろに。そしてこれなんですよね、はい、一番の肝は、はい、これが、はい、オプション一覧。そうなんですよ、はいはい、もうちょっと語学力のない僕にはこれを読んでも何が取れたか分かんないですけど、車の、はい、あのコーションプレートっていうかプレートなんですけど、はいはい、全部記載されるんですね。そう、最近のフェラーリは記載されてますね。あ、そうなんですね、はい。じゃあもう何がついてるんですかっていうのはもうここを見てくださいって、はい、あ、なるほど。そうですね、めちゃくちゃ分かりやすいですね、はい。でもとにかくもう全部つけましたみたいなのになると、うん、なんか2列になったりとか。そうです、結構項目増えてきますんでね。なるほど、うん、今回の車はちょっとこうポイントを抑えた。そうです、はい、どれがどれだかちょっと分かんないですけど、まあ、バックカメラとか、はい、そうですね、はい、レッドブレーキキャリパー。あー、なるほど、はい、ちょっとポイントを抑えた。そうです、そうです、はい、欲しいよねっていうオプションが、まあ、一通りついてる感じ。そうです、あとはキャブリーの接合オンのヘッドレスト、はいはいはい、ビアンコ白の、はい、あー、なるほど、馬の刺繍とかっていうことですね。あとパーキングカメラとか、はい、バックカメラですね、はい、っていうのがついてます。なるほど、はい、いや分かりやすくていいですね、はいはい、ね、あ、で下には、はいはい、一応車載工具と車載工具、はい、まあ、最近はあのご多分に漏れずフェラーリもだいぶ数は減っちゃったんですけど、はい、うん、え、これなんですか、この袋。お、これなんですか、気がついてる、はいはい、何ですか、これ、ほら、手袋ですか。ああ、やっぱりついてるんですね。そうなんですよ、しかも、はい、しかもほら、え、軍手に出ないの知らなかった。本当ですか、うん、あれ、もう一個何でしたっけ、前紹介した、あ、アストンでしたっけ。アストン、はい、うん、はなんかもうちょっとこう、そうなんかおしゃれな、そう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 、はい、ですね。フェラーリ意外に軍手なんですね。そう、軍手にフェラーリマークつけてるってなんか可愛くないですかこれ、はい、こんなのもちょっとマニアの洒落てますね、やっぱり。そう、喜びそうなポイントですね。え、これなんすか、なんすか、あ、これあれですね、これオイルの、そう、ジョーのあれですね、なるほど、口ですね。こんなのついてるんですか。うん、ついてます。はい、ちょっとあんまりこうあれやこれや触ったことがなかったんで、はい、ちょっと、はい、新鮮です。新鮮ですか、はい、はい、あんまりないじゃないですか普通。そうですね、車屋さんだといろいろ触ったりとかってあるんですけど、はい、うん、はい、僕ボンドにいてもこうフェラーリはあんまり関わってこなかったんで、はいはい、めちゃくちゃ新鮮ですですね、はい、うん、なんかこうやって見るとなんかメカニカル的なところもちょっと見え隠れしたりして、あ、さっき開け閉めの時のこのメカニカルがもうすごかったっす、はい、そうですよね、なんかすごく不思議な、これ考えた人も天才ですね。ですね、はい、うん、いやでも意外に本当に荷物詰めそうなのはびっくりしました。はい、開口部広いし、そうですね、はい、寄せやすいし、クーペとして考えれば普通に荷物入るんで、なるほど、うん、え、これなんすか。あ、いいですね。これなんすか、押してもらっていいですか。お、え、トランクスルーついてるんですか。ついてますよ。本当ですか。とね、え、じゃあなおさら詰めるじゃないですか。そう、そっち、あ、そうか、ちょっとこれ片方ずつなんだな。よいしょ、これで、よいしょ、よいしょ、
半分ずつ。あ、そうなんすか。じゃあ長物を詰めるじゃないですか。詰めますよ、はい、うん、釣りに行けるじゃないですか。釣り行けます、はい、あとゴルフもキャディバッグ。え、ゴルフバッグ入るんですか。入ります入ります。だってここが貫通しちゃってるから。本当だ、うん、釣り用によっちゃよっぽどこう大きい、はい、ツアーバッグじゃなければ、はい、全然2名分いけちゃいますよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で当然2人、はい、4人乗りですけど、はいはいはい、乗れるのは2人なんで、はいはいはい、お二人で行くっていう前提で。あ、そうなんですね、はい、いや僕フェラーリってもう全然そういうの無視して、あ、もうかっこつける方が優先でしょみたいな感じかと思ったら、そうじゃなくて、うん、めちゃくちゃ使い勝手もいいですね。そう、FR とかGT4 ルストみたいな形とかっていう、はい、フェラーリはすごく使い勝手もいいです、うん。まあ、確かにフロントエンジンだからリアは、はい、ね、使えますからね。そう、知らなかった。ちゃんと確保されているので大丈夫です。なんか僕もふわっとですけど、うん、なんかこうカリフォルニアとかポルトフィーノって、はい、なんかちょっとこう敷居が低いって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、はい、なんかちょっと毎日乗れそうな感じがこう。そうですね、はい、なんかそんなイメージ、こう、はい、ほんと敷居が低いっていう言い方でもいいですし、はい、なんかこう今までフェラーリ乗った時ないけど、はい、あ、ここから始めようかなみたいなね。カリフォルニアとかもそうじゃないですか、はいはい、でじゃあ例えば普通に中古でカリフォルニア買いました、はい、でカリフォルニア T はそんなに変わりがない感じがするので、はいはい、こちらに代替する、買い替えるっていうのもありだと思うんですよね。なんかこうとっつきにくさがないというか。そうですね、はいはい、なんかものすごく使いやすそうだし、うん、使いやすいですよ、はい、うん、いや意外でした、はいはい、全然普通です。じゃあ続いてちょっとエンジンルームを、はいはい、メカニック的にはちょっとエンジンルーム興味津々なんで、はいはい、かっこいいね。初代より全然かっこいい、うん、なんすかこれ。口閉めたらダサいじゃないですか、うん、ね、うん、なんだろうね、なんかめちゃくちゃうまいよねこの辺の、うん、なんかね、そう、なんかなんだろうね、あんまり言うとですけど、ちょっとこうメタルトップの車のお尻ってこうボテッとしちゃってるじゃないですか、うん、まあ、メカをしまわなくちゃいけないし、うんうんうん、ルーフしまわなくちゃいけないし、それをしまうためのメカが入るのでもうしょうがないんですけど、うん、国産車のなんかメタルトップの車とかもあるじゃないですか。あれもちょっとこう後ろがこう、そうですね、うん、ちょっと後ろがかっこ悪いなって感じですけど、うん、これめちゃくちゃかっこいいですね、うん、後ろのこうピラーもめっちゃ寝てるし、うん、なんかこの辺の作りもそう、うまい。なんかね、こう細かく見ると、だからもっと細かく言ってしまうと、こう黒くしてるじゃないですか、はい、はい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 、なんかね、こういうのもそうそう、だからこれだけで絶対違うと思うんですよ。確かに、うん、例えばここをつけない、はい、もしくは白くしてしまうと、こう白いと同色だとやぼったくて、ただ太いだけの補強材にしか見えないし、細いと華奢に見えてガラス面が大きくなっちゃうし、はい、っていうので、なんとなくこれすごいですね。誤解を恐れずに言っていいですか、はい、ここの形だけ見ると、はい、GTR っぽくないですか。あ、なんかわかります。だから、はい、いろんなデザインとか空力を相当考えてると思うんですよ、はい、で多分、はい、カリフォルニアじゃなくて、はい、このカリフォルニアはそうじゃなかった気がするんですけど、ポルトフィーノはオープンでメタルトップを しまうことありきで、なおかつスタイリッシュにしてると思うんですよ。後付けのデザインじゃなくて、閉めたらもうだってクーペじゃないですか。そうです、そうです、うん、めちゃくちゃかっこいいクーペですよ。ほんと衝撃ですこれはね、はい、さあやってまいりましたボンネット、はい、はい、ちょっと開けましょう。わあ、もう美しいです。はい、もうな、どこから触れればいいですかね。もうここ映ればもうなんかこう見てもらうと分かるんですけど、なんかなんこれなんていうんですか、エンジンが収まってるところと、うん、こっちがもう全然別のセクション。あ、そうですそうです。全く別です。だから。結局ここのフレームがあって、はい、エンジン乗せて、はい、なんか ここだけ見てしまうと、はい、レーシングカーにカウロ乗せてるんじゃないのみたいな。あ、そうっすね、そんな感じですね。そう、だってもうこの辺の作りとかもう市販車じゃないっすよ。じゃないですよね、やっぱりフェラーリ。なんか本当にパイプフレームというか。そうなんですよ、はい、なんかね、本当なんて言ってるんですか。僕らもうそういうなんですか、デザインとか機能的なことを素人なんでうまく言えないですけど、エンジンの搭載位置はびっくりするぐらい後ろだし。そうっすよね、はい、これ
ここですよ、うん、どんだけこう奥に入っちゃってるんですか。だから普通の車で考えたら、はい、ラジエーターこの辺にあっていい感じの位置なの、搭載位置なんですよ、まあ、頑張ってここじゃないですか、下手したらここですよ、だって、うん、ね、すごいんですよ、すごいですねこれ、はい、でこれが V8 の4リッター4リッターです、はい、で馬力がなんと600馬力、はいはい、でだんだんパワーアップしてるんですよね、カリフォルニア、カリフォルニア T、はい、ポルトフィーノ、そうですね、はい、ついに600馬力、はいはい、最高速300キロオーバー、はいはい、0百3秒台、はい、3.5 秒でしたっけ、 3.5 そうですね、はい、これはちょっと隙がないですね、うん、はなんかね多分相当考えてますよね、この辺のデザインとかもなんかかっこいいし、うん、機能的でも多分あるんでしょうね、うん、はい、でこの辺はもう全部しっかりカバーされていて、うん、はい、全部外したいよね、ちょっと見てみたいです、ね、全部外して見てみたい、うん、だって ABS がここついてるんですよ、この中にこんな車ないですよ、ね、はい、はい、だいたい普通に ABS ってこうそっち側とか、はい、マスターに寄せてそうですそうです、ちょこちょこってつけておしまいみたいな感じですけど、うん、まさかの真ん中っていう、うん、でもあれじゃない、確かバッテリーもなんかフロントにあったりするんじゃないかな、あ、だって DME とかここついてます、そう DME ここじゃないですか、この下だったりするかも、え、これってもしかして重量バランス的にそうしてるんですかね、もちろんそうでしょう、うん、だってこんだけ前、こんだけっていうか前こんだけ長くて、はい、こう横から見ると分かりますけどエンジンおかしいですよ、搭載位置が、はあ、だってここがストラットの中心でしょ、そうですね、明らかにエンジンが始まってないんだよこのストラットの中心よりエンジン自体がもう後ろなんだよ、映りますカメラマンさん、もう本当にフロントミッド、いや本当のミッドシップですよねこれ、はあ、うん、すごいなこれ、だいたいフロントミッドって言ってスポーツタイプの車とか BM とかでも、はい、エンジンの始まるストラットの、そうですよね、そう、この辺からとかじゃないですか、車軸の上だけどこう重量ちょっとこっち、そうですそうです、内側気味っていうのが、うん、もう完全にこう車軸より後ろっすからね、始まるのがエンジン、そうなんですよ、なんかもう足回りの固定方法もすごいしね、横からだってボルト入ってるんですよ、そう普通こうじゃないですか、そうですそうです、まさかの横からボルトを入れてそうです、これすごいですよね、いやこれちょっとバラバラにして見てみたいですね、どうなってるのか、うん、だから結局は、はい、あの車の使い勝手としては、はい、非日常じゃないんですよ、日常的な使える車、はい、でも見えない部分って非日常の車なんですよね、すごいですよね、レーシングカーに近いとい う、 いや本当ですよ、ね、作り方が、だから乗ってて楽しいんだと思いますよ、これはやっぱりすごいですね、うん、当然ミッドシップの488とか、はいはい、ね、どんどんこれから納車始まる、はい、新しいあの F8 とか、そう、はい、とかも当然いいんですけど、はい、だからって FR がダメなわけじゃないですし、はい、メーカーとしては手抜いてるわけじゃないんで、はい、ここは素晴らしいところだと思うんですね、乗った感想を言ってしまうと、はい、カリフォルニア T、はい、そして、ポルトフィーノ、はい、このカリフォルニアシリーズから比べても、はい、ボディ剛性格段に上がってます。ああ、そうなんですね、はい。もうちょっと乗り比べればすぐ分かります。はい、あとは当然当たり前ですけど、はい、コンピューターも進化していきますから、はいはいはい、エンジンの回転数、はいはい、それに伴うシフトのフィーリングとか、はい、どういうタイミングで入れていくとか、はい、っていうのもまあきめ細かいですね。素晴らしいです。ちょっと乗っただけですけど、はい、全く別物だと思いました、うん、いやちょっとでもねこれカメラマンがちょっと欲しいって言ったのは分かります、これは僕はもう とてつもない金額ですけど、はい、この車はすごい欲しくなりますよ、欲しくなりますね、うん、どの車作るにも一生懸命だと思いますけど、どこのメーカーも、はいはい、フェラーリはもう徹底的ですね、 FR の, お買い物に行ける車をここまで作るんだみたいな、確かにね、一般的な認識で言ってしまうと、じゃあライバル車は何って言ったら、ライバルになる車ってやっぱり SL だったりとか、はい、BM で言ったら、M8 カブリオレだったりっていうなんとなくの雰囲気じゃないですか、はいはいはい、ポルシェのターボカブリオレとか、はいはいはい、なんか多分乗ってしまうと多分違うと思います、はい、別格ですね、
動力性能だけではなく、はい、その作り込み方が違うんで、うん、いやちょっと初フェラーリ紹介が まさかの、はい、かなり衝撃を受けてます僕は、はい、はーしか出てこない、なんかこううなっちゃうよねあ、そうなんすね。そうそうそう、だからこれを踏まえてまたね、はい、あの今後ミッドシップのフェラーリとか、はいはいはい、またこの動画で案内できれば、はいはい、そうですね、面白いですね。ちょっと他のめちゃめちゃ興味ありますね、見たくなるね、はい、一応アルミなんですね。はい、じゃあなんかこう なんていうんですかね、本当にもう随所にこうレーシング感感じますけど、うん、はい、やりすぎてないというか。そうですね、はい、うん、なんか本当にとっつきにくさがないというか、なんか、うん、はい、シートもそうだし、なんか車の作りもそうだし、はい、多分メーカーとしては普通に乗ってほしいという、はい、気持ちもあり、はい、多分主張はしないんでしょうね、あ、見た目の主張を、はい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 、そのレーシングライクな主張をしない、はいはい、日常使いで、はいはい、でも多分これバランスがいいんで、はい、サーキットとか峠とかガンガン走ったら相当だと思いますよ、はい、うん、いやちょっと欲しいっす欲しくなるね、車屋でも欲しくなる一台だよね、車屋でも欲しくなりますね、これは分かります、はい、僕も欲しいです。はい、じゃあ続いてちょっと店頭周りも見てみたいと思います。お願いします。はい、これ今ロービームですかね。ロービームです。はい、プロジェクターとあとここが、まあ、スモールですかね、はい、LED が光ってる感じです。はい、あでハイビームはそのままプロジェクターが上に持ち上がる感じです。はい、あでウインカーはこの先端が LED が6個入ってるんですかね、はい、フルゼロ光る感じです、はい、で当然フォグなんかはない、はい、じゃ続いてちょっとリアも見てみたいと思います。でリアはテールランプこの外側が丸く光る感じでしょうか、はい、そしてあブレーキはそのまま明るくなってこのトランクのハイマウントも光ってる感じですね。そしてあウインカーはこの中があ同じように丸く光る感じですかね。バックとバックフォグいけますでしょうか。あバックフォグ真ん中、あなるほど。でバックがどこ光るんですか。これバックエンジンかけないとバック入んないですけど。あなるほど、じゃあちょっとバックはエンジンかけないと入んないってことなんでちょっとエンジンかかります。お願いします。はい、バックちょうどこの中両方光る感じです、はい、じゃあ平塚さんマフラーの音もそのままお願いします。ありがとうございます。いやもうマフラーサウンドは紛れもなくフェラーリですね、当たり前だけど意外とこう低音というか、はい、響く音というか、はい、ね、うん、めちゃくちゃいい音しますね、はい、全然音が何なんですかね。違いますね、他の V8 こんな音しないですよね。しないですね。なんかそのあれクランクがなんか違うんでしたっけ、うん、フェラーリって V12 とか V8 も。ああそうです、ですよね、うん、はい、であとはそうそうそう、だから結局、はい、マフラーだけで音作ってるんじゃないんで、エンジン自体がね、はい、全然レスポンスも違うんで、はいはい、独特な音が出ますね、はい、うん、もうなんかドロドロ感が一切ない。一切ないです、はい、うん、めちゃくちゃレーシーな、はい、純正でこんな音するんね、いい音です。いや欲しいっす。欲しいよね、欲しくなっちゃう、うん、ボンド東京パワーでこうどうにか、はい、35年ぐらいのローンをちょっと、はい、ちょっと残念ながら今回は試乗なしってことですけれども。そうなんですよ、はい、すいません、ちょっと乗ってみたかったですね。乗ってみたいですね、はい、ぜひ。そして藤川さん、うん、毎回これ聞いてるんですけど、はい、もう最初に言っちゃいましたけど、はいはい、もしするとすれば、うん、はい、今回ちょっとポイント、はい、多いですね僕の中では。あ本当ですか、はいはい、車高当然下げていただいて、はい、アルミホイールはバチッといけてもらいます、はい、で、まあ、できれば、はい、ギリギリまで下げてもらってロベルタをつけて、あ、なるほど、はい、リフティングをつけてもらって、はい、まあ、安心して乗っていただく、はい、あとは
っぱり僕はこういうところの処理がちょっとなんか納得いかないんで。あ、そうですね、はい、うん、ちょっと樹脂がちょっと寂しいかな、色をつけるとか、はい、って考えるとこういう横のサイドのダクトとかって、はい、あとサイドスカート、はい、この辺もちょっとねやりつつ、はい、かっこよくしたいですね、はい、あとリアのバンパー、はい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 、ディフューザーする、はい、あれも結構張りが強いんで、はいはい、ちょっと色つけてあげるだけで、そうですね、まあ、ミラーのベースなんかは結構最初からねえ、ブラックとかになってかっこいいじゃないですか、はい、なんかそれで作りたい、もしくはこう色替えをしていきたいなと思いますね。で、あとはボンド取り扱いのフェラーリだともう大体定番になっちゃってますけど、はい、プロテクションが、はいはい、なんとこちらの車貼ってないと、はいはい、うん、ということで その辺も、うん、まあ、早めにもうコンディションめちゃくちゃいいです、ね、めちゃくちゃいいんで、はい、まあ、この状態で貼り込んでいただければ、はい、綺麗な状態保てますんで、まあ、前だけでも前面でもですね、はいはい、貼っていただいた方がいいんじゃないかなという、はいはい、そんな感じでございます、うん、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりフェラーリポルトフィーノをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。